それでは定例記者会見を始めさせていただきます。まず念頭にあたりまして知事からコメントを。新年明けましておめでとうございます。皆さんそれぞれに良い今年をお迎えになったことと思います。今年は、私の任期の、最終年ということでございます。私の県政でやるべきことは言うまでもなく、チャレンジ山梨行動計画に目標として、掲げられているわけでございますので、このチャレンジ山梨行動計画を、着実に達成をしていくというのが今年の私の課題であるということは言うまでもございません。それが大事であります。同時にですね、今日は、特に県民の皆さんが、関心を持っている2つの課題についてですね、申し上げさせていただきたいというふうに思います。一つは景気対策でございまして、景気は緩やかに回復をしているというふうに言われておりますが、私が山梨県の景気動向を見ている限りにおいてはですね、回復というよりは、底倍の状態がですね、続いているということの方が、より正確な、なのではないかというふうに思っているわけでございます。特にもうすでに1年半近くですね、景気が不景不況が続いておりましてですね、中小企業の県民の皆さんもですね、非常に疲弊をしている、苦境にあるということでございました。引き続き県政の最大の課題がですね、この景気対策、雇用対策であるということは言うまでもございません。従いまして、今後も先行き二番底というようなこともですね、言われて、不透明な状況が続きますからですね、景気対策については十分に、中小企業や県民の皆さんの状況というものをですね、目配りをしながら、きめ細かくですね、かつ迅速に対策を打ち出していきたいというふうに考えております。ただ、従来この1年間ですね、6回の補正予算及び投資予算を計上して景気対策を講じてきたわけでありますが、その中において、メインは金融対策、資金繰りの中小企業の資金繰りを支援するためのですね、政策融資の枠を拡大をするというようなことがメインであったと思います。しかしながら、最近の様子を聞いておりますとですね、中小企業の多くの皆さんは、大体もう借りられる枠は、借りてしまったというですね、そういう企業も多いようでありまして、これからさらに借りようとしても、その借りる枠がないというような状況であります。でそういう方々っていうのは、その金融よりもですね、むしろその端的に言うと仕事が欲しいと、需要を増やしてもらいたいということであります。したがって、これからの景気対策、国においてもそうでありますけれども、やはり需要を創出をしていくということがですね、より重要になってくるというふうに思っております。この点、国におかれては第2次の補正予算を編成をされてですね、この通常国会という冒頭にですね、成長をこれを成立をさせるというふうにしておりますから、できるだけ早くこれを成立をしてもらう、その後もさらに切れ目なくですね、景気対策を打ち出してもらいたいということを私どもとしては要望していきたいというふうに思っております。それからもう一点、ぜひ今年度、今年、中小企業の経営者の皆さんにお願いをしたいのはですね、当面のそういう厳しい状況というものをですね、歯を食いしばって乗り切っていただくということと同時にですね、そろそろ5年10年という先を見たですね、自分の企業をどういう方向に持っていくのかというその経営の方針というものを考えていただいて、そしてこの経営革新というものをですね、進めていただきたいというふうに思うわけであります。具体的には新商品や新技術を開発をするとか、あるいは新しい販路を開拓するとか、それも日本国内ではなく東アジアとかですね、そういうところも含めて、新しい販路を開拓をしている、そういうその経営革新のチャレンジをですね、ぜひ、進めていただきたいというふうに思います。これからの日本というのは人口が減少し、さらに少子高齢化が進んでいくという中で、需要があまり伸びない、あるいは減る社会になっているわけですね。成長社会から縮み社会になっている、ゼロサム社会と言ってもいいと思うんですけれども、そういう社会になっているわけですね。そういう状況の中では、
生き残っていくためにはですね、常にこの新しいこの経営革新のチャレンジというものをですね、進めていかないと、どうしてもやはり長続きすることはできないと、まあ、いうことだろうというふうに思います。まあ、そういう意味で、中小企業の皆さんにですね、経営革新に、まあ、ぜひ積極的に取り組んでみてもらいたい。そのために県としては、そういった取り組みに対してはですね、最大限のご支援をさせていただきたいというふうに思っているところであります。そして、中小企業の経営者の皆さんの、まあ、そういう経営革新のですね、指針を作ると、指針とするためにですね、今年は、産業振興ビジョンというものをですね、県内の経済人とか、あるいは学識者、県民の皆さん、英知を結集をしてですね、作りたいというふうに思っております。今後、どういう産業分野がですね、成長性があるのかとか、まあ、本県の風土の中でですね、どういう分野に産業を伸ばしていくということが必要なのかとか、あるいはここの企業にとってこの経営革新というものをどのように進めていくというのが適切なのかと、まあ、そんなような内容を持ったですね、この事業家の皆さんの経営革新の導きの星になるようなですね、そういうビジョンを作ってお示しをしていきたいというふうに思っているところであります。2つ目は医療対策でございまして、高齢化の進展に伴ってですね、県民の皆さんの、健康医療というものに対する不安、そしてそのニーズというものがですね、大変に強いということを私は、肌で感じているわけであります。特に山梨の場合には、健康寿命日本一と言われる県でありますから、これは山梨の誇りとしてですね、これからも維持をしていかなければならないわけであります。第一の問題であるこの医師不足につきましてはですね、私も就任をして以来、いろんな施策を打ってまいりました。特に、医学生に対してですね、将来医者になったら山梨で働いてもらうということを条件にしたですね、奨学金、医学生の就学資金貸付金という制度をですね、作ったわけでありますが、これが現在時点で251人の医学生がですね、これを受給をしておりまして、それだけこの山梨で、この定着をして働こうという医学生が多いということであります。この251人という数字は、全国的に見てもですね、県が小さいにもかかわらず、トップクラスのですね、数の多さだというふうに思います。また山梨大学も大変に努力をしていただいて、3年前は医学部の定員が100人でありましたけれども、今年の4月はそれが125人になるということであります。広瀬滝大学医学部が127人だそうでありますが、それに次いで2番目にですね、多い、それだけ山梨大学医学部というのは医科大学としては大きい大学でありましてですね、そういうことがあります。そういう努力によって、医師不足の問題は、当面はまだ厳しいですけれども、5年10年というレンジを見たときにはですね、解消のめどが立ちつつあるのではないかというふうに私は思っているところであります。したがって、量的な充足についてはめどが立ちつつあるわけでありますから、これからの医療の課題としてはですね、医療の質を上げていく、質的な充実をですね、図っていくということが大事になってくるというふうに思います。そこで、今年の4月から県立病院、2つの県立病院がですね、独立行政法人として発足をいたします。従来県立病院は県庁組織の中の一部門であったためにですね、この行政組織の持つ独特の人事予算の硬直性ゆえにですね、なかなかこう機動的弾力的な運営ができなかったわけでありますが、これからは理事長さんの判断によってですね、患者さんのニーズに対応した機動的な経営ができるようになるわけであります。理事長さんとしてご案内のように、小又正夫先生というですね、肝臓病では世界的な権威であり、東大病院の副院長を務めたですね、方に、なっていただいて、現在、その小又先生と病院の職員との間でですね、
経営改善の計画が盛んに検討されているところでありました。まあ、必ずやこの県立病院が県民の命と健康のですね最後の砦として、命と健康を守る最後の砦としてですね、さらにこのサービスの医療サービスの充実が図られていくものと確信をしております。それからもう一つ、医療の充実ではですね、地域医療再生計画というものを、まあ、今年は立てることになっております。県内でも医療の水準が低い、県東部富士東部地域、それから京南地域を対象にして地域医療再生計画を作ってですね、国の交付金を受けながら、医療の質の充実を図っていく、特に救急部をはじめとする質の充実を図っていくことにしているわけであります。これに関連してドクターヘリ、話題になっているドクターヘリ問題につきましても、本格的な導入に向けてですね、導入の可能性について、本格的な検討をしたいというふうに考えているところであります。まあ、その他、いろいろな課題がありますけれども、今年も全力投球で取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようによろしくお願いを申し上げます。私からは以上であります。それでは、知事のコメントについての質問をまず受けさせていただきたいと思います。両方一緒に一緒に一緒にではその他の項目も合わせまして質問を受けさせていただきます。はい、おはようございます。読売新聞の井本です。先ほどお話がありましたドクターヘリの関係なんですけれども、まあ、検討を進めるというのは、まあ、具体的にはどういう形 です、ね、検討されていくのかを、例えば、まあ、予算に調査費を入れるのかとかですね、その辺を具体的に教えていただければと思います。おっしゃるように当初予算に調査費を入れてですね、有識者の皆さんに集まっていただいて、検討会的なものを作って、検討していくということになると思います。具体的な導入時期の目処みたいなのは何もまだ、そこのところまでが具体的にはまだ考えておりません。はい、よろしいですか。はい、山梨日新聞の岡田です。よろしくお願いします。これまでの議会なんかの答弁ですと、ドクターヘリに関係して山梨県のように人口100万人以下の県では導入しているところがないということをされてきて、その中でも本件が独自に導入を検討されていく必要性というのはどんなところにお感じになっていらっしゃいますか。やはり、本件は、山岳県でもありますしですね、甲府盆地の中では、救急車でもいいわけでありますけれども、やはり少しこう山の方へ行くと救急ということになるとですね、到達時間が長いということでありましてですね、その辺を抜本的に解決をするというためにはドクターヘリというのは有効な手段だというふうに思っておられます。問題はその財政的な問題でありましてですね、一つはその国の財政支援措置というものがあるんですけれども、それがこの新内閣においても維持されるかどうかという点がですね、一つ心配な点であったわけでありますが、どうも情報によりますと新政権においてもこのドクターヘリのこの財政支援スキームというのは維持されるということになりそうだという感じがですね、まだはっきり維持されるということをですねはっきり表明しているわけではありませんが、維持されることになりそうだという情報が入ってきております。そうすると財政的な支援がかなりこう手厚く得られるということが一つありましてですね、本格的にですね、検討する価値があるのではないかというふうに思っているところであります。他にUQIの内藤です。知事お話しありました産業振興ビジョンについて、
もう一個振り込んでお話しいただいてもよろしいでしょうか。まあ、この今この大不況の最中でありますけれども、この不況がおそらく、まあ、今年の後半あるいは来年になるのか、克服されていくと思うんですね。克服されていった後は、まあ、従来のとは違う、まあ、新しいその成長パターンがですね、作られていくんじゃないか。まあ、従来平成14年からの景気回復過程というのは短期に言えば、まあ、自動車をはじめとするですね、まあ、アメリカの旺盛な需要に支えられて自動車をはじめとするこの輸出産業ですね、まあ、経済を引っ張ったわけなんですね。まあ、それはなかなか今度は難しいということになってくるわけなんですけれども、そうすると従来とは違ったこの成長分野というのが生まれ、またその成長パターンというものが生まれてくるに違いないわけでありまして、まあ、そういうものに対応してですね、山梨県というもののですね、において、この成長分野となる産業というのはどういうものなのか、またそういうものに対してその支援をしていく、応援をその、ですね、重点的に支援をしていく産業分野というのはどういう分野なのか、まあ、いうことをですね、まあ、今検討するということが大事だということです。まあ、国の方も成長路線についてですね、成長ビジョンみたいなものを作り上げましたし、まあ、今回のこのなんですね、暮れから正月にかけても、まあ、いろんな議論が行われています。まあ、よく言われるのは産経と言われるですね、環境関係の分野、あるいは健康関係の分野、あるいは観光というようなことが言われ、あるいは地方においては、まあ、農業もですね、困窮しようと思うということが言われているのがありますし、まあ、それから海外特に東アジアの需要をですね、日本の内需として取り込んでいくということが大事ではないかということも言われているわけであります。まあ、県としてはすでにそういうものに対して叱るべき対応はですね、できているわけでありますけれども、まあ、もう一度やはり、まあ、そういういろんなこの議論というものをよく調べながらですね、有識者の皆さんに集まってもらって、この山梨において、成長をさせていくべき産業、また成長する産業というものをですね、よくよく見極めですね、それに対する支援措置をどうすべきか、また個々の企業が、まあ、そういうものに向かって経営革新をしていく上でですね、どういう応援をしていくのがですね、有効なのか、まあ、そんなようなことをですね、議論をして、一つビジョンとしてまとめていこうと、まあ、いうふうに思っているところです。よろしいですか。どこかにございますか。はい、NHK 中村ですけども、今の関連ですけれども、その産業振興ビジョンをまとめるために最初の会議をいつ頃に開いて、いつ頃までにビジョンをまとめるという見通しはあるんでしょうか。まだちょっとそこまではですね、具体的にいつ頃というスケジュールは立っておりませんが、まあ、これは常識的にはやっぱり当初予算にですね、調査費を計上して、そして、まあ、4月1日で当然県庁も人員がかなり変わりますからですね、新しい体制の下で、検討会的なものを作ってやっていくということになると思います。まあ、それ以前に準備作業的な作業はあるとしてもですね、まあ、本格的に委員会を作ってやるということになりますと、やはり4月以降ということになると思います。読売新聞の佐藤と申します。先ほどのお話の中で、まあ、残り任期1年の中で、チャレンジ山梨のことを着実に達成することと、あと、まあ、景気対策、医療などを挙げていらっしゃいましたが、それ以外の例えば駅北口問題ですとか、そういったことに関してはどのように取り組まれる予定か教えてください。まあ、これはたくさん課題があるわけですから、一つ一つについては申し上げなかったわけでありますけれども、まあ、駅の北口の問題については、まあ、方向性は決まっておりましてですね、一つは、県立図書館を、まあ、そこに作るということで、
まあ、すでに計画が決まりですね、現在、実施設計をやっている段階でありますから、実施設計が終わればですね、工事を発注していくという段取りになっているだろうというふうに思います。平成24年の春、まあ、遅くも秋にはですね、まあ、完成をということにいさせたいと、24年でしたっけ、もし間違ったらまた後で訂正いたします。それからその図書館と合わせてですね、まあ、そこに高度情報拠点というようなですね、まあ、情報産業を進行し、あるいは、まあ、東京からの情報産業のこの誘致をしていく受け皿としてですね、まあ、そういうものを作りたいという構想を持っておりましたし、まあ、現在でもそれはあるわけでありますが、まあ、昨年代のこの大不況の中でですね、まあ、民間の当然その何て言うんですかね、誘致をするわけでありますから、この大不況の中で、なかなかやっぱりそこまで民間が集中するという状況ではないということでありましたので、まあ、現在凍結という状態になっております。まあ、これについても景気が回復をしてきた段階でですね、まあ、いつの段階で解除するということになるか、まあ、検討、その時点で検討したいということであります。よろしいですか。他に問題ないですか。年末の発表された国の質量予算に関してちょっといくつかなんですけども、まず公共事業費が大幅に削られた、まあ、特徴としてです、公共事業費が大幅に削られたことがあると思うんですが、まあ、それへの見解とですね、あと地方交付税が、まあ、その一方で、まあ、1000億円が増えていると、でさらに社会資本整備用の、まあ、総合な的な交付金が投入されたと、まあ、要するにマイナス的な面とプラス的な面と、まあ、いろいろあったかと思うんですが、この辺について の、 見解を教えてください。まず確かにおっしゃるように公共事業費がですね、前年度当初比で 18%、 約 18% ですね、カット減ということになっております。これは、まあ、過去日本の予算としては最大の減少、公共事業の減少としては最大だというふうに思います。まあ、これがこのまま本当に実施されるということになれば、特に山田氏も含めまして地方の県においてはですね、まあ建設関係が雇用の約1割前後を占めておりましてね、まあ建設業プラス建設資材だとか設計だとかそういうものを含めた建設関連といいますが1割を占めておりまして、まあ県民の1割が建設関係でご飯を食べてたわけですから、これは非常に大きなですね、県民生活と雇用にですねマイナスの影響が生じているというふうに思っております。まあ、しかしながらこれは当初予算でありましてですね、まあ、補正予算が当然考えられるわけですね。でもうすでに政府においても、まあ、そういうことは考えておられましてですね、21年度第2次補正予算7兆円ですね、まあ、これが決定をされてですね、この通常国会の冒頭で審議をされて多分成立することになるでしょう。これが成立をすればこの中でも、地方へのお金としては、5000億円ですね、これはその身近な公共投資を対象とした5000億円の交付金というものが計上されているんですね。でこれが成立をいたしますと私どもとしては2月の補正予算にその分を計上していきますから、そうすると2月の補正予算で計上して、この3月中に発注をしますね。そうしますとこれは今年度はできない、来年度にやるんですからね。つまりこの5000億円というのはほとんど来年度で執行されるわけですね。そうすると今言ったこの 18% 減ったんですけど、減ったものに5000億円プラスされることになるんですね。これによって 18% のうち、多分、ですね、3割以上をカバーされる。でそれに加えてこれは必要があれば我々も要請していかないかと思っているんですけれども、さらにこの追加のですね、補正予算をですね来年度22年度、まあ、お願いをしたいと激動を見ながらですねと思っております。
でそれはすでに私はいろんな意味で準備されつつあるんじゃないかと思いますのは、当初予算の中にですね、予備費、こういう、景気対策のための予備費的なものが1兆円、それから確かさらに国庫債務負担行為が1兆円計上されているんですね。そういうふうなものは多分補正予算向きの財源措置としてですね、ある程度考えられているんじゃないかというふうに、これは私の私的な個人的な見解ですけど、そういうふうに思いましてですね、政府としてはおそらく今回のこの補正予算にプラスして来年度に入ってもですね、景気動向を見ながらですね、機動的に補正予算を計上していくことになるというふうに思います。そういうことで確かにこの当初予算のままだとこれは大変なんですけど、そういう補正予算が多分編成されるだろうとし、我々もまたそういう要請をしていくからければならないと思っていますから、したがって当初では減少してもそれは補正予算になってカバーされるということになるだろうと思います。そういうことであります。から2点目の地方交付税が1兆1000億円増額をされたということはですね、これは我々として要望をしてきたことが実現をしたわけでありましてですね、これは高く評価をしているところであります。今申し上げた公共事業が減ることによって主として地方で影響が生じてまいりますから、地方交付税が1兆1000億円増額をされた、さらに臨時財政対策債というものも含めた実質上の交付税というのは3兆4000億円、これは数字は、あれですね、3兆6000億円、3兆6000億円増額をされるということになる。でこれはやはり財政が弱い地方にですね、重点的に行くことになりますからですね、地方のその景気にはですね、プラスの効果を発揮するだろうというふうに思われています。そういう意味で高く評価をしております。子ども手当のようなものは子どもが多い大都市にこうやってなりますから、それに対して、地方は子ども手当は子どもが少ないですが少ないですが、その分交付税をですね、カバーをしていくということになっていくんじゃないかなというところです。それから3点目として、確かに社会資本総合交付金というですね、制度ができるというふうに聞いております。これは従来から地域活力基盤創造交付金というのはですね、割と使い勝手のいい、それから例えば町づくり交付金などいろいろあるんですが、そういう使い勝手のいい交付金制度というのがあったわけでありますが、そういうものを統合し、さらには、国の公共事業のうち、補助事業の分をですね、全部統合してですね、この社会資本総合整備交付金、全体としてこれは国交省の分でありますけれども、2兆2000億円の交付金ができるということになっております。それだけ、使い勝手が良くなる。端的に言うと一応、道路なら道路、あるいは、治水事業なら治水事業に使うという前提に立ちながらですね、その治水事業に関連した、関連する公共事業にも地方の判断で使うことができる。さらには、全体の枠の2割の範囲内で、そのソフト的な事業にもですね、使えることができる、ということであります。したがって例えば道路事業であるならば、例えばある道路の改修というの事業にプラス事業の場合にですね、その2割の範囲内で、例えばそこにおける公共交通の整備、バスの車両購入とかですね、そういうようなものにも使うことが、ということでありましてですね、地方により弾力的な使い勝手が良い制度になるということで、私としてはこれは歓迎をしたいというふうに思っております。さて補助事業は結局大幅に減りますけれども、この社会資本総合交付金ができますので、ですね、結局あまり減らないということになるのではないかというふうに思っているところであります。よろしいですか。ありがとうございます。実際に新月予算だと、その先ほどの環境復興ビジョンとの関連なんですけれども、先ほどの発言の中でも、環境関連というのは一つ、重要なところだと思うんですが、新月予算案でも太陽光発電をいろいろ導入を支援するような予算がある程度ついていると思うんですけど、太陽光発電関連のこの、
分野の期待みたいなのを改めて期待ですか期待がありますか、そういうふうに感じてらっしゃると思います。そうですね、まあ、環境関連については暮れの挨拶の中でですね、申し上げたものですから重複しても仕方ないと申し上げたんですが、まあ、本件にとって重要な課題であります。まあ、国においてもいろいろな、まあ、施策を考えてくれているわけでありますから、まあ、我々としてはその国の施策を最大限取り込みながらですね、クリーンエネルギーの振興等を進めていきたいというふうに思っております。その特にその一つとして、グリーンニューディール基金というものですね、これは国の第一次21年の第一次補正予算で計上されたものでありますけれども、これが本件に、合計でしたね、もし間違ったらまた後で訂正します、合計程度の、まあ、もうすでにつけることが決まっております。まあ、これを活用して、例えば、まあ、これはすでに環境省と話をして了解もらってますけれども、まあ、したらって4月1日からになりますが、現在県は個々の住宅に対する例えば太陽光発電の施設の設置、太陽光パネルの設置などについては助成をしているわけですけれども、今度は それ以外のですね、民間事業ですね、企業ですね、そういうものが行うこの太陽光パネルの例えば工場の中に、太陽光パネルを設置をすると、そうすることによってその工場 このエネルギー省エネをですね促進をしていると、まあ、太陽光パネルだけではなくてそれ以外にもいろんな省エネ設備を設置をすると、まあ、そういうものに対してもですね、この支援をしていくということを考えております。まあ、前提として例の地球温暖化対策推進条例でですね、CO2 の削減計画を出してもらう、これは義務的に出してもらう企業と義務ではなくて任意で出してもらってもいいんですけど、いずれにしてもそういう計画を出してくれた企業を対象にしてですね、その計画を実現していくための手段として、まあ、そういう企業に対する省エネ促進のための支援措置と、まあ、いうようなものをですね、考えていきたいというふうに思っているところです。まあ、その他いろいろありますけど、まあ、代表的なものを申し上げます。他にございますか。よろしいでしょうか。では以上をもちまして会見を終了します。おいらん。